今日やってきているのはこちらです。近鉄線のターミナル京都駅ですね。時刻は午前9時ということで、まだ朝早い時間帯なんですけども、本日乗車をしていくのがこの近鉄線を走る日本一長い私鉄特急列車ということになります。今ね、奈良駅の特急列車が停車をしてますけども、この後に入線をしてくるその京都発賢島行きという特急列車があります。それがですね、195キロを一度に走破する特急列車ということで、東海道新幹線換算すると東京静岡よりもちょい長いくらいですから、その長さというのがね、伺えるかと思います。さあやってきました。こちらが今回数時間お世話になる近鉄最長、いや日本最長の私鉄特急、伊勢島ライナーです。うおー、かっこいい。全区間乗るのは僕も初めてなんで、おお、すごい。半個室車両もあります。窓大きいな、しかも。うわ、あの近鉄の観光特急島風とかはもう最前列がもう席からね、全面展望を楽しむことができるんですけども、こっちの伊勢島ライナーの方は席から景色は眺めることはできず、まあ、ただ先頭がこんな感じで展望席になっている、まあ、展望スペースっていうんですかね、席ではないんですけども、まあ、でもこれだったらね、最前列を別に指定席で抑えずとも、まあ、一般席であっても1号車が近ければね、こうフラッとやってきて全面展望を眺めることができますからね。さあここで扉が閉まりました。午前9時10分伊勢島ライナー賢島行き、満を持して出発です。私鉄特急最長の旅が始まります。勢いよく特急列車は加速。この窓の形がなんだか、あの昔東海道新幹線で走っていたゼロ系新幹線みたいな感じで、こうスライド型の斜めになっているような感じでかっこいいですね。京都駅を出発です。お、奥の方には JR の空港アクセス特急はるかくんが暇そうに佇んでおります。そしてここのカーブがね、いきなりすごいんですよ。東海道本線やら東海道新幹線やらとは直角に交わるような形なので、90度近いカーブ、急カーブを描いて南側の方に頭を向けていきます。まだこの辺りは市街地なので高価格感です。9時10分に京都出発した後、賢島に到着するのは2時間50分後の11時58分。そしてその途中の停車駅に関してはほぼ1分停車、多くても大和八木駅で6分の停車ということなので、もうこれほぼほぼ軟禁状態なんですね。お弁当を買い忘れてしまった暁にはお腹どんべこみ状態で終点を目指す必要がありますから、これには注意をしないといけません。早速この東寺駅を通過すると、左手の方には歴史的な建造物が見えてまいりました。こちらですね。おお、よく見える、よく見える、東寺の五重の塔ですね。しかもその後ろの京都の北側の山々も非常に綺麗です。おそらく関東の中学生の修学旅行先って大体京都か奈良なんですよ。中学生ぐらいの頃はやっぱ名前のインパクトからして金閣銀閣、この辺りが非常に印象深かったんですが、当時の方も日本で最も高い木造建築世界遺産にも登録をされていますね。大体一班に一人ぐらいあの謎の木刀を買って帰ってくる人がいるんですよね。さあ鴨川を渡りきると、地下の方からひょっこりと顔を出してくるもぐら電車、これが地下鉄烏丸線ですね。京都の街を支える地下鉄ですよ。南北に通っています。京都観光の際は非常に重宝する地下鉄ですね。にしてもこの辺り、あのやっぱ関東と比べちゃう癖が抜けないんですけども、あの代々木上原辺りの景色にめっちゃ似てる。ここから先あの小田急線と千代田線が新宿駅と、それからあの都心の方に抜けていく分岐点あたりに非常にそっくりです。烏丸線と分岐した後は今度また別の鉄道会社と並走することになります。あ、上見えてきましたね。こちらが京阪です。これもその名の通り京都と大阪を結んでいるんですが、まあ、結構その新快速とかと比べると所要時間は遅めなので急いでる方向けではないんですけども、ただ特急列車は2階建て、しかも運賃だけで乗車をすることができるというかなり豪華な仕様ですからね。僕は結構好きですけども、いやー、これもお寿司屋さんとかのタッチパネルみたいですね。まもなくご注文の品が到着。この辺りに伏見城が本来であれば見えるはずなんですが、まあ、ちょっと JR 線のさらに奥の方なんですかね、見えづらくなってしまっています。おお、なんか聖火ランナーみたいなやつがありますけど、あれはどうやら給水塔みたいなんですよ。
だからその昔はその給水水を集めて各地に配るときにああいう塔を作って、重力とそれから高低差を使って水を下に押し出して各地に水を送り出していたみたいなんです。今では結構姿を減らしているみたいなんですけども、またはランドマーク的な存在でこんな感じで残されているところも結構多いみたいですね。さあさあ正面には立派なトラス橋、すごいあの殿様の殿みたいな感じをしてましたけども、これ淀と読みます。淀川橋梁、ちょっとね漢字が違うんですけども、この橋まではカーブが多く非常にゆっくりなんですが、渡り切ると、はい来ました、伊勢島ライナー多重人格もう一つの顔を見せてきます。今ちょうど島風港とすれ違いましたね。この後10時ぐらいに京都駅を出発する島風港の回送列車でしょうね。この時僕はあの島風に乗りたくて指定席を結構粘っていたんですけども、全然取れなくてですね、最前列、まあやむを得ずとか言ったらちょっとこの伊勢島ライナー君にかわいそうなんですけども、まあこっちの列車に乗車、そんな形になりました。今すれ違ったのも特急列車ですよね。特急の本数が本当に多い。まあ、ただ京都線の大和西大寺駅までは最高速度は105キロなので、まあ、スピードは若干抑えめという感じですね。ここから先に今度方向を変えて大阪線の方にこの列車入りますけど、そうなってくるとまた最高速度が引き上げられますからね、もっともっと迫力のある光景を見ることができるようになります。さあそしてこの日本一長い私鉄特急京都発賢島駅ルートのご紹介です。このルートがまた興味深くて、京都を出発した後こんな感じでひたすらに南下、奈良県の中心部あたりまで南下をした後、ここ大和八木駅で進行方向を90度ガラッと変えます。ここから大阪線の方に入り、今度は名張の方から三重県に抜けて松阪、そして鳥羽駅まで到着した後は、ここからさらに山道を南下して最終的な目的地賢島まで伸びています。これ日の鳥号なんかが走る、まあ、単純鉄板ルートの大阪ナンバーから近鉄名古屋、この間の方が長そうに見えるんですが、こっちの名阪間は約190キロ、まあ、厳密に言うと 189.7 キロになっていて、京都から賢島の方はそれよりも5キロ多い 195.2 キロなので、名阪と比べると若干こちらの方が距離的に言うと勝っているということになるわけなんです。そして頭上、なんか新幹線高架線みたいな立派なものが見えてきましたけども、建設中の高速道路ですかね、常陽ジャンクションという大きいジャンクションがこの右手の方にある関係で、グネグネと蛇のように交差を繰り返す高速道路も圧巻の景色です。先ほどの淀川に引き続いて今渡っているのはこれ木津川ですね。この川を渡ると京都は京田辺市の方に入ってきます。京田辺市というなんともインパクトのある市町村名ですけども、おそらくこれ和歌山の方に田辺市という市町村があるんですよ。でそこと多分区別するために京が付けられて京田辺と、まあ、そういう風になったのではないでしょうか。まあ、一応京都から奈良のルートはこの近鉄線の他にも JR 奈良線がこの最近複線化されるとかで話題になってますけども、まあこの奈良京都の移動となった場合はまあ一択でこの近鉄京都線とかになるんでしょうね。そしてこの辺りで奥の方から JR の学研突線がね近づいてくるんですが、まあ、ただ儚い片思いのように2人は交わることはありません。じらしにじらされるんですけどもね、こんな近くまで来ていますよ。さらにさらに一瞬だけもうめちゃくちゃ近づく瞬間があります。ここですね、奥の方学研突線の線路は単線なので線路1本です。この真ん中とかにある住宅とか面白そうですけどね、なんかちらっと畑が見えましたけども、両サイド JR と大手私鉄の通過シーンをね見ることができるというお宅にとってはたまらないスポットですが、まあそもそも近鉄と JR とでは線路の幅も違うので乗り入れようと思ってもそれは不可能というわけですね。右に停車する普通列車を差し置いて外側の通過線を気持ちよく通過、先ほどのあの京都付近9時台ぐらいだと通勤通学ラッシュと若干かぶってたんで列車詰まってるような感じでしたが、ここら辺まで来るともうスムーズですね。ただこの堀割り、それから今制限速度見えましたけども制限55キロ、カーブとそれからアップダウンの激しい線形なので特急列車は思ったようにスピードを上げることはできません。
さあそしてこの辺りまで来ると列車はいよいよ奈良県内に入ってきました。さあそして圧巻の光景です。日本一カオスな駅と呼ばれている大和西大寺駅、これぞリアル阿弥陀くじですよ。一つのポイント操作の誤りも許されないようなそんな区間ですからね。そしてこれ地図を見ると非常に興味深いことに、大和西大寺から奈良駅の方までこれ世界遺産でもある平城宮を近鉄はぶった切っているわけです。そのど真ん中に線路を通しています。まあこれには文武天皇もブチギレでしょうね。まあただこの線路を今地図上に見えている国道1号線の方に移設する、そんな計画もあるみたいなんです。それが完成するのは2060年のことだとか。そしてこれです。西大寺駅は北よりも南側の方が配線が複雑になってまして、いやとんでもないなこれ。左側の方に抜けるとその平城宮の方をぶった切る奈良線の方、それから近鉄奈良駅の方に抜けることができます。ここポイントの数が衝撃的でして28基も存在をしているわけなんです。奈良線と京都線が交わり、奈良京都それから大阪の市街地の方に抜けるルートが交差をしている交通の要衝ということで、このような複雑な配線になってしまいました。なのでこの付近ルートの移設が2060年になるとさっき話しましたけども、やはりこの大和西大寺の配線をどうするのかというのは議論になっているみたいで、移設は非常に大変なものになっているみたいですね。橿原線の区間に入るとここ奈良盆地のど真ん中を突っ走っていきます。両サイドどこを見渡しても四方八方山。おお、タイミングめちゃくちゃいいですね。 JR 大和路線とクロスをしました。いかにもね、奈良間のある大和路線と愛称が付けられていますが、あそこの路線正式名称は関西本線ですからね、れっきとした本線。東海道新幹線やそれから近鉄線が名阪の間線路を伸ばす前まではこの関西本線が名阪の移動になっていましたからね。当時はディーゼルカーの優等列車急行春日号なんていう列車も運転をされていましたね。さて僕が今回指定席を取ったのは1号車の前から2列目ということになっています。この伊勢島ライナーは全部で6両編成ということになっているんですが、まあこういう特急列車でよくありがちなのが、先頭車両は1号車なのかい6号車なのかいどっちなんだいということですね。まあこれいろいろな鉄道会社見て思ったのは、だいたいその1号車とか2号車若い番号の方が下り方に来ていることが多いみたいですね。なので帰りの京都行きの列車は今度6号車の方が先頭に向かって進んでいくということになります。さあそしてもう間もなく大和八木駅です。この大和八木では大阪線とそれから橿原線がまっすぐ十の字に交わっているんですが、その左上のところに少しカーブをしている路線があるんです。これが特急列車、一部の限られた選ばれし特急列車しか走行することのできない連絡線になっているわけなんですよ。ちょっともうね、朝ごはん食べようかと思って自分の席に戻ってきたと思ったら、車窓の見どころが多すぎてもう3分ぐらいでサンドイッチを口にぶち込んで前にやってきました。大和八木駅の接近放送が流れる中、線路は右側に大きなカーブを描いていきます。線路このまままっすぐ行くと奈良の吉野の方に抜けることができるんですが、この列車はまっすぐ南下するのではなく東側、三重県の方に抜けるので、この連絡線を通り大阪線の線路へと合流をしていきます。これが二の口短絡線という、まあ、短い連絡線ということになってまして、線路は単線です。今までずっと伏線だったんですが、まあ、ここの連絡線を通る列車っていうのは、これ大和八木駅の配線を見ると分かりやすいんですけども、列車は90度にカクカクっと進むことはねもちろんできませんので、三重県とそれから京都方面を行き来する特急列車のみが走行できるルートということになっています。ここも制限速度がかなり厳しくなっていて、一番カーブのきつい区間だと制限30キロ程度の区間もあるぐらいです。さあそしてここで難波から伸びてきた近鉄大阪線と合流、日の鳥号それからアーバンライナー名阪特急なんかが通る大幹線ということで、
まあ、この列車が通過しているときはね線路使えないので、失礼いたします、お邪魔しますと言わんばかりにささっと通って端っこの線路へと避けていきました。おっと、するとお隣のホームに特急列車が停車をしています。そう、これアーバンライナーなんですよ。このアーバンライナーは名古屋行きということで、ここでしっかりと接続を取ってくれてですね、京都からやってきてこの名古屋行きの特急にも乗り換えることができます。まあ、こういう風に賢島の方に抜ける列車は大和八木の手前で大阪線の線路に入るので、この光景を見ることができているというわけなんですね。しかも面白いのが、これ正面の名古屋駅特急は10時2分発、そしてこちら側の賢島駅は10時4分発なので、こちらの伊勢島ライナー側は正面のアーバンライナーをガチストーカーして三重県内まで進んでいくということになります。列車間隔はわずか2分ということで、この間隔をキープしつつ三重県内の伊勢中川駅付近まで走行していきますからね。さあお先にどうぞ行ってらっしゃいと道を譲って、そして列車の姿が見えなくなった数十秒くらいにもう信号が青、今度はこちらの伊勢島ライナーが出発。さあこの大阪線の区間は制限速度もかなり上がってですね、迫力のある走りを見せてくれます。ここからひたすら東側に進むのみです。奈良の山の中をかき分けていきます。今走っているのはだいたい80キロとかそれぐらいなんですけども、もう少し先に行くとまた100キロ110キロくらいまでスピードアップしてくる、そんな区間になってきます。位置関係でいうとだいたい奈良県の中央部あたりですかね、奈良県桜井市あたりを走行、奈良県の宇陀市灰原駅付近になると駅前は結構これ栄えているんですよね。マンション一軒家がまだポツポツと立ち並んでいます。まあ、近鉄大阪線で大阪まで急行列車で1本ということで、高度経済成長期あたりにはこのあたりにも非常にたくさんのニュータウンが形成をされたみたいで、地図を拡大するとこんな感じで蜂の巣のようなね、ちょっと集合体恐怖症の方にとってはちょっとゾッとするようないですけども、まあ、こういう風な民家が立ち並んでおり、灰原を出発するともう間もなくこの奈良県とそれから三重県の県境付近に差し掛かります。宇田川とずっと並走するような形で山岳地帯に入ってくるので、トンネルもねかなりここら辺から頻発するようになってくるんです。いやーかっこいい。こちらの駅もかなりカーブになってますけども、特急列車もだいたい100キロ弱くらいは出ているんでしょうね。県をまたぐというと長い何十キロもあるトンネルをくぐってようやく次の県に突入、そんなイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、この奈良県から三重県の県境は割とあっさりです。すぐに入ります。特にそんな険しい山なんかがあるわけでもなくという感じですね。お、そして名阪間を支える日の鳥号とすれ違い、今うっすらね市街地の様子が見えましたけども、多分あそこは三重県の名張市周辺でしょう。名張市はこの近鉄大阪線のちょうど中間地点的な立ち位置です。この辺りからもかなりアップダウンの激しい線形になってくるんですが、これ上り坂と下り坂、一般的に考えたらもちろんね、そりゃ下り坂の方がスピード出せそうな感じもするんですが、鉄道は逆でですね、これ鉄道はあのブレーキをかけてから止まるまでの距離っていうのを制動距離というのですが、この距離も加味しつつ制限速度なんかが決められていたりするんですよ。どういうことかというと、下り坂の方が止まるまでに時間がかかるので制限速度がかなり厳しめな傾向があると。上りの場合は、まあ、上っているんであればスピードを出していたとてブレーキをかければね、重力の関係ですぐ止まれますから、上り坂の方がスピードを出すことができる、そんなパターンも割と珍しくないみたいです。撮影日はだいたい10月くらいだったので紅葉が非常に綺麗な時期でしたね。おい追いついてみろよと言わんばかりに先ほどのアーバンライナーがそそくさと先に出発をしていきました。すごいですよねこの列車の間隔、前を走るアーバンライナーまでの所要時間の差は2分、彼が見えなくなってから黄色信号に変わり、ゆっくりとこちらの列車も名張駅構内に入っていきます。しかも到着出発するホームも全く同じこちらの3番線ですからね。時刻表を見てもこの詰まり具合です。3分間隔で
で時を待ってその後急行列車が出発。近鉄には高特急と乙特急2つのタイプがあります。高特急がさっきすれ違った早いタイプの日の鳥号、一方でこの名張に停車をするタイプの特急なんかは乙特急といって、まあ、少し遅いタイプといいますか停車駅が多いタイプになってます。一応この名張の時点だとまだ大阪の方が距離的には近いんですが、まあ、ただ三重県それから名古屋地域に通勤をするお客さんの中もこの辺りから増えてくるみたいですね。おお、僕の携帯の画面に雲の巣が張り付いているかと思いきやこれは地図なんですね。次に通過する名張の桔梗ヶ丘地区は高度経済成長あたりに、この辺りも大阪に非常に近いのでベッドタウンとして開発が行われた住宅地として知られているんです。まあおそらくこの辺りももともと森、それから木々が生い茂る丘のような地形でそこを削って住宅地を取り付けたような形になってます。ちょっとこの車窓からは見えないんですけども、住宅地が段のようにしてこれ形成をされているんですよ。しかも両サイドにです。さあそして三重県は今度伊賀市の方に入ってまいりました。左手には車両基地、青山町駅の車両基地があります。この辺りからですね、この近鉄大阪線の中でも最後の最後まで単線だった区間に差し掛かります。ここから先は青山峠という難所を越えるので、正面をご覧いただきますとかなりの急勾配が待ち構えています。そしてこちら左側に見えているのはこれなんと近鉄大阪線の急線のトンネルなんです。かつて使用されていたトンネルなんですが、よく見るとトンネルの断面積もそれから高さもかなり低く、そして狭く作られていることがわかります。当時は非電化で河川、河川中なんかを設けるスペースもなかったので、ああいう風に小さいトンネルが昔から掘られていました。この辺りが現在のこの伏線電化ルートに付け替えられたのが1975年のことということで、今からだいたい半世紀前ぐらいのことみたいですね。さあもう間もなくするとこちらのルートは大手私鉄最長の山岳トンネル、新青山トンネルに差し掛かります。そしてこれ当時の急線ルートはどう通っていたかというと、この辺りは今走っている新しい線路の左側の方を走り、そしてこの辺りで右の方に抜けてきたはずです。右は崖っぽくなってますが、ここ正面に見えている西青山駅とそれから右側の崖の正面ススキが生えてますが、ここにスペースが通されていて、よく見ると線路跡がまだ残っているんです。この映像からだと見えなかったんですが、急線は右へ、そして新しい線路はこちらです。新青山トンネルに差し掛かります。ここが大手私鉄最長、距離は5652メートルというかなりの長大トンネルです。そしてこのトンネル内、大変急な下り勾配になっているわけなんですね。だいたい下り 22% ということで、 1000m 1キロ進むのに 22m の高低差が生じるくらいの坂になってます。ここから東青山にかけては下り坂、なかなかこれ目視では確認しづらいんですけども、この新青山トンネルはなんとですね、7キロにわたる超特大ロングレールが用いられているんです。通常鉄道のレールというのは1本あたり 25m ぐらいで出荷されることが多いわけです。昔理科の実験なんかでもやりましたけども、夏気温が上がると熱によって鉄は膨張するので、そのつなぎ目部分に隙間があって、それの上にこう乗っかるとガタンゴトンとそういう音を発するわけなんですが、まあ、このトンネル内はもうほとんど1年を通して温度が一定なので、ロングレールにしちゃうわけですね。レールのつなぎ目をなくしているわけです。あの本州と北海道を結ぶ海底トンネル青函トンネルも、トンネルの長さはだいたい 53km なんですけども、ロングレールは 52km ということで、ほぼほぼトンネルの大部分をカバーしているというとんでもないことになっています。この辺りだけどうやら近くに変電所がある関係で一旦地上に出るんですが、まだまだ先トンネルは続きます。これも非常に有名なお話かと思いますが、歩兵装して走る急線区間で1971年、名阪特急同士の衝突事故があってたくさんの方々が亡くなりましたね。そんな悲惨な事故があったその事故現場はトンネル内になっていて、そのかつてのトンネルはこの先にどうやらあるみたいなんです。東青山駅の手前でどうやらこの進行方向左側に少しスペースのようなものが生まれましたが、当時の急線はここから左の方に抜けていたみたいなんですね。
当時の単線時代の旧線付近は今では東青山四季の里、今ちらっと見えましたが大きい自然公園になってます。そして東青山を通過した後、こちらも新線の方はすぐさま新相谷トンネルに入るんですが、このトンネルの少し左側のあたり、自然公園の中入っていくとこのようなトンネルが佇んでいます。これがかつて衝突事故のあった相谷トンネル。列車の制御システムの誤作動とかでこんな狭いところで正面衝突ですからね。死者は25名、重軽傷者は約230名、大惨事になりました。まあ、今でこそこういうふうに新線の方は長いトンネル1本でこの青山峠をぶち抜いているわけなんですが、まあ、当時はくね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 と蛇行しつつ勾配を緩和しつつ進んでいたみたいです。この今の左側に見えている用地なんかもおそらくね旧線の跡地となっていたみたいで、先ほどお見せしたあの相谷トンネルはかつてたくさんあった青山トンネル群の一部ということになっています。さあ、ここも一見すると至って普通の駅なんですが、これ榊原温泉口駅と言います。今ちらっとホームにスーツケースを持っている方いらっしゃいましたけども、ここから北に5キロぐらい行ったところに温泉街が存在をしています。おそらく送迎バスなんかがやってくるんでしょうけども、無色透明で化粧水みたいにツルツルとした温泉が温泉マニアの方から大変人気を集めているみたいです。そしてこちら今通っているトンネルは上り線と下り線にこう1つずつ設けられているんですよ。さっきの新青山トンネルは2本に対して1つのトンネルでしたが、もしかしたらその単線非電化時代のトンネルをどちらかに使っているのかもしれませんね。今通ってきた布引山地、鈴鹿山脈の南側なんですが、ここ東海道新幹線が通る計画も存在をしていたわけですね。まあ、ただ山岳地帯、険しい高低差のあるところなので結局新幹線の方も鈴鹿山脈越えは断念、関ヶ原の方を通るようなルートになりましたからね。なんだかテーマパークで流れてそうな BGM が流れたと思ったら、まもなく伊勢中川駅に到着。ここが有名な伊勢中川のデルタ線ですね。三角形のようにして線路が敷かれています。先ほどあの大逃げをしていきました近鉄名古屋行きのアーバンライナーは左の方に分岐をしていきましたから、怒涛の追跡ストーカー劇もここで終わりを迎えます。こちらの列車はさらに三重県の南部へ向かうべく、ここから先は近鉄の山田線という路線に路線名称が切り替わります。近鉄大阪線は伊勢中川まで、まあただもうほとんどの特急列車が直通で運転してるんで路線名はそんなにも関係ないような気もしますけどね。両サイドにホーム、降車専用ホームと乗車専用が分かれています。両方に3番線って書いてあるんでね、なかなか不思議な光景ですけども、この伊勢中川で一旦停車。もうこの辺りまで来ると完全に赤服の牙城と化しています。この赤服の荷物が目に入らないことの方がねもはや難しいレベルですからね。さあ、そしてあちらに見えているのは1両編成の電車、電車ではないですね、あれは機動車です。 JR の名勝線、名勝線を漢字で書くとこんな感じになります。名前の名に、それから松、まあ松は松坂で間違いないんですけども、では一体この名前の名はどこから来ているのかという話になります。これ名古屋というわけではなく、実は先ほど通ってきた名張の名から通って、もともとは名張と松坂を結ぶ予定だったんです。まあただこの近鉄線が開業したことによって、もうすでに松坂とそれから名張は近鉄特急に乗れば一本ですからね、伸ばされることはなくなってしまいました。路線図を見ても途中で力尽きたようにへにょっとしおれているのがわかります。いやー、この辺りまで来ると近鉄特急の本数多くなりますね。名古屋の方から鳥羽、賢島の方に抜ける特急列車も非常に多いですからね。さあ、松坂駅を出発。この辺りは近鉄とそれから JR 線がくっついたり離れたりを繰り返します。これ奥の方に見えている1本の線路、河川柱が生えていない線路がありますが、これが和歌山の方、紀伊半島をぐるっと一周する紀勢本線ですね、 JR 線。ここで近づいたと思ったら再び遠くの方に入っていきました。紀勢本線はやや内陸側を走行するみたいですね。まあ、ただ線路の形でいうと近鉄線の方がまっすぐ直線上なのでスピードは出しやすそうですね。
こういう特急列車に乗るとついつい車内を物色したくなるんですよね。洗面台にはこれペーパータオルかと思いきや、こういう風にねおしぼりが入れられているわけなんですよ。これは一人一つまでの注意書きがありましたけども、もしかしたらこれマニアの方とかでこうたくさんね持って帰っちゃう方とかもいるんじゃないでしょうかね。この普通車の座席も非常に居心地が良くてですね、これ自分の顔の両サイド、右耳側と左耳側がこう出っ張っているので、これうとうとして寝返りを打とうとしてもですね、座席から顔がはみ出ないんですよ。うとうとする時の頭の位置どこにするか問題は全僕の中で数年間の間議論が行われてきているんですが、ついに伊勢志摩ライナーが解決をしてくれました。しばらくすると列車はここ宮川という川を渡ります。いかにも伊勢神宮があるこの伊勢市らしい名前ですけども、もうこの宮川を渡るあたりで三重県の伊勢市内に入ってきております。もうそろそろ伊勢神宮のある伊勢市駅、旅人御用達の安心安全のビジネスホテル東横インも見えてまいりました。右側再び JR 線が主要駅の手前で寄り添うように近づいてきます。先ほどの紀勢本線は途中の駅で分岐をして和歌山方面に行ったので、こちらの JR 線は三宮線ということになります。この近鉄と三宮線両方ともこの伊勢市宇治山田の方に行く路線なんですけども、開業ははるかにこの JR 三宮線の方が古いということになるんですけども、まあ、当時から単線非電化、線路1本でディーゼルカーが走る路線 で、一方でこっちの近鉄山田線の方は鳥羽の方まで伸びた際もすでに複線で線路2本あって電化されていたので、近鉄が開業してからは一気にお客さんが奪われることになりましたね。この伊勢市駅も跨線橋今ちらっと見えましたけども、ものすごく長い跨線橋になってるんですよ。昔はこの JR とそれから近鉄線の間にもたくさん線路があったんでしょうね。さあ近鉄特急とすれ違い、名古屋行きの特急列車ですが、近鉄特急といえばあの2階建てのビスタカーのイメージが非常に強いですけども、こういう風にオール1階建ての特急列車なんかも中には存在をしていますね。向こうの方には JR の機動車がたくさん止まってますが、この伊勢市駅にはあのディーゼルカーの中にその液体系のエンジンを入れる、あの車でいうガソリンスタンドのようなものが中央に、ね、設置をされているんですよ。その関係もあってたくさんのディーゼルカーが停車をしています。そしてここで一つ疑問が浮かびます。近鉄の電車、これ下側のライト2つはこれ右片っぽしか点灯していないわけなんです。最初見たとき、いやこれ故障なのかなと思ったんですが、これは標識灯といってこのライトの点灯するパターンによって種別を表しているみたいなんです。例えば普通列車であれば両方点灯、そして左側だけの場合は準急、そして右側、おそらくこの列車は右のみ点灯なので急行列車で、両方点灯すると特急列車、そして上側にあるライト2つがどうやらヘッドライトと言われている前照灯みたいなんです。これも非常にユニークな分け方ですよね。関東の私鉄やそれから JR なんかでは存在をしないような気もします。さあ信号待ちで少し止まってしまいましたが、向こう次宇治山田駅は目と鼻の先です。特急列車は駅をスパスパと通過するのが魅力なわけなんですが、この伊勢市のエリアは先ほどの伊勢市それから次の宇治山田両方に特急が停車をします。25キロ制限の標識もありましたね。さっきの二ノ口短絡線よりもさらに遅いスピード、まあ、この辺りはポイントも複雑に入り組んでいるのでなかなかスピードは出せないんでしょうね。立派なホームの屋根が見えました。こちらが宇治山田駅、先ほどの伊勢市と比べると両方とも伊勢神宮への玄関口となっているわけなんですが、こちらの方が乗降客数が多く、内閣総理大臣やそれから皇族の方が使用する専用の部屋、貴賓室なんかも設けられていることから、まあ玄関口としての機能は宇治山田の方が勝っているような感じですかね。まあ、ただ車両基地なんかがある関係で地図で確認すると伊勢市駅の方が鉄道の敷地面積という観点で言えば広く広大な場所が確保されている、そんな感じでしょうか。さあ次到着した駅は伊勢津川駅です。近鉄の電車の中で伊勢津川駅という行き先を持った電車が多いので、その列車の終着駅そんなイメージですが、先ほどの宇治山田を出発して一駅来るともうほとんど駅前には何もないような感じ、閑静な住宅街が広がっていて様子は一変していますね。もともとは
この駅は内宮前駅、伊勢神宮の内宮から近いということで内宮前駅になる予定だったんですが、内宮までは2キロぐらい離れているということで結局、まあ、近藤を招くということで現在の伊勢津川駅になったみたいですね。さあそして伊勢津川を出発するとここから山岳地帯を越えていきます。これ浅間山のふもとあたりを抜けていくんですけども、浅間山っていうとどうしてもね長野県の方を思い浮かべてしまいますが、これ字が非常に面白くてですね、朝に熊と書いてこれ浅間山と読みます。立派な古戦橋です。奥にはフェリーターミナル、それから東京からの直通バスなんかもやってくるこの鳥羽駅、数分間の停車ですね、2、3分停車をしました。これ完全に前来た時ポッチャマかと思っていたんですが、みじゅまるというキャラクターみたいですね。そして25分後には後を追いかけるようにして特急しまかせ号、近鉄山田線、鳥羽線と通ってきて、この鳥羽駅から終点の賢島駅の間は近鉄島線と言います。結構コロコロと路線名称が切り替わっているんですけども、特急自体がもう直で賢島行きなのでなかなかその実感が湧きませんね。この鳥羽駅へのアクセスもかつては JR の三宮線が担っていたような形でしたが、近鉄線が開業してもう鳥羽駅の乗降客数ベースで言っても近鉄の方が数倍の規模を誇っている、そんな形になっていますね。さあここから島線の区間一気に急カーブ、地図を見ると終点の賢島まではかなり山の中を走行するのでくねくねとカーブを繰り返します。まあ、ただその途中の長いトンネル内なんかは割と直線が続いているので、特急列車の場合は最高時速130キロも出すことができるみたいなんです。結構意外ですよね。区間によって速度の差が激しい路線ということになっています。この辺りぷかぷかと離島というかね、島が立ち並ぶような景色は東北の方の日本三景にも指定されている松島の景色に、ね、非常に似ているようなそんな景色ですね。非常に真珠の養殖が盛んな町として知られていますし、そして駅から少し離れたところには鳥羽の水族館、この水族館も大きいですね。この辺りに来ると辺り一面水族館の敷地になります。展示されている生物は約1200種ということで、これ国内最大の規模を誇っているみたいですね。この水族館あたりで海の景色と一旦おさらばをしてですね、山の中に入っていく南側の方に進むような形になります。そしてなんと気がつかない間に線路がいつの間にか一本になっています。島線は急カーブ急勾配、ただでさえ少ないスペースのところを入り組むような形で線路が通されているので、線路を敷設する面積も少なく単線と複線を交互に繰り返すんですよ。この区間はあくまでも単線、制限速度の標識が見えましたがカーブのところだと50キロまで下げないといけません。お、そして看板が見えましたね。この島エリアといえば非常に有名な遊園地テーマパーク島スペイン村があります。この辺りの中部それから関西地域だと昔からエスパーニャーという CM が流れていて非常に馴染みの深いテーマパークみたいなんですが、もうおそらくこれ関東では流れてませんよね。関東でずっと過ごしてきたんですけども、そんな感じの CM は一回もね見たことがありませんでした。さあそしてトンネルを抜けるとここで再び単線から複線になります。こういう風な途中駅でのみ線路が2つになり、上り列車と下り列車の行き違いが行われます。特急列車の両数もね非常に長いので、まあ、こういう風な駅のホームのだいたい 2,3 倍くらいの線路が2つ交換設備を要していて、駅を通過すると再び1本に合流する形になります。制限速度このエリアでも50キロです。このエリアどうやら近鉄が開業する前までは小さい電気鉄道ローカル線によって線路が南側の賢島の方まで伸ばされたみたいなんです。まあ、そのため京都それから名古屋大都市圏から直通列車が入ってくるような想定もされておらず、高速走行も想定されていなかったので、まあ、このようなくねくねとスピードの出しづらい線形になったみたいですね。この辺りの勾配も相当きついですよ。勾配表見ると 34% 見るとしれっとかなりの急勾配を登ったりするのでびっくりです。しかもまたこれ伏線になっています。もともとはこの島線も単線の線路1本で終点まで伸びていた路線なんですが、1994年にここの
鳥羽から賢島の間、大幅に、ね、線形が改良されまして複線の区間が増えました。これ走行してても右側の線路 の枕木、レールを支えている部分は白くなっていて新しいような感じがしますが、片側の方は30年前ぐらいに取り付けられた比較的新しい線路ということになっています。そしてこの時折訪れる複線区間を使っての普通列車とのすれ違いです。前面の光が両方とも点灯していなかったので、さっきのは普通列車ですかね。2両編成の非常に短い各駅停車が運転されています。おお、そしてこちらの駅はなんだか新幹線駅のこう配線ですね。真ん中2本が通過線で、そして左側賢島駅の列車を追い抜きました白木駅。白木駅を抜けるとここで2600m の長い長いトンネルに差し掛かります。これが青峰トンネルといって、真上にある青峰峠の真下をぶった切っているわけですね。よく見るとトンネルがこれ若干上り勾配になっているのが分かりますが、先ほどの新青山トンネルとは今度は逆で上りなので、下りの特急列車は最高速度130キロも出せるみたいなんです。130キロといったら JR 東日本の特急列車、それから関西の新快速に匹敵するスピードですからね。速度のギャップが区間ごとにものすごくなっています。この辺りの複線化が行われたのは1994年なんですけども、この近鉄の島線にとって1994年この年というのは大きなターニングポイントとなった年でもありました。それがですね、ここから先見えてきますけども、テーマパーク島スペイン村の開業ですね。実は今乗車をしているこの伊勢島ライナーに使われている特急電車、黄色と赤色のこれ近鉄の2万3000系というわけなんですが、この特急電車がデビューしたのもその島スペイン村の開園に合わせた1994年あたりなんですよ。そして複線化も94年ということで、そのスペイン村開業に合わせて輸送力が増強されて特急列車がデビューし複線化され、この島線は生まれ変わったというわけなんです。さあ、そして奥の方にレンガ造りのかなりヨーロピアンな建物が見えてまいりましたが、あれはスペイン村ではありません。実はあれ駅なんですね。島スペイン村、それからスペインの建築に似せた島磯部駅ですね。完全に外観はこれもう島スペイン村そっくりで西洋風の建築に似せています。この駅にもしっかりとこの伊勢島ライナーは停車、もうこの列車名称の中に島と組み込まれているくらいなんでね。赤色のこの伊勢島ライナーも停車中ですね。やはりこの辺り単線の線路1本で運行する区間が多いので、列車をこういう風に回送列車を置いておくスペースには苦労するんでしょうね。この駅の端っこの線路を使って列車が留置してあります。あちらに見えているのは喫煙スペースですかね。愛煙者に優しいのが近鉄、最近東日本の特急列車なんかでもタバコなんか吸えませんけども、関西はいいですよね。近鉄もそうですし東海道新幹線もそうです。まだまだガンガン車内でタバコが吸えますからね。今通った立派な駅舎を持つ島磯部駅はかつてはその島スペイン村の最寄り駅として、ロータリーからは送迎バスなんかが発着をし、周辺にはホテルがたくさんあるそんな土地だったんですが、最寄り駅がですね2000年代に入って変更されたわけです。その関係で人は減り、立派な駅舎のみが残される駅となってしまいました。おお、奥の方に見えますね、島スペイン村。かなりきつそうなジェットコースターと、それからもうさっきの島磯部駅にそっくりなんですね。建物が2つ並べられたらどっちが駅かもう分かりませんけども、平日土日休日いつ行っても常にガラガラというのを売りにしている遊園地でもあります。僕も少しねこれ立ち寄ってみようかなとも思ったんですけども、意外にも入園料が6000円近く結構かかるので、行くのであれば朝から行ってみっちり時間を使った方がお得みたいですね。途中宇賀田駅、こちらの駅が現在の島スペイン村へのアクセス駅になっています。送迎バスなんかもこちらから発着をしているようですね。そしてこの辺りの沿線にはもう使われなくなったんであろう廃墟ホテル、巨大な建築物なんか目立つようになってきます。もしかしたらその島スペイン村が今よりももっと栄えていた時期に、旅館なんかとして使用されていたのではないでしょうか。ちょっと営業していたら非常に申し訳ないんですけどもね。さあ、ここで折り返しの特急列車、これも
オール1階建ての特急列車ですね。伊勢志摩ライナー、それから島風の他に一般的な近鉄の特急列車ももちろん賢島に乗り入れています。そして今川のようなものを渡りましたが、ここからですね、今渡った先からが賢島の区間になります。地図で見るとこんな感じで、本当にこれ海に浮かぶ島の一部になっているわけですが、人口はだいたい98人ということで非常に人の少ない島。ただ奥島と呼ばれているこの島半島南部の観光拠点としてにぎわいを見せている島でもあります。さあ京都駅を出発しまして、だいたい3時間弱ようやく終点の駅が見えてまいりました。立派な駅ですね。ホームも非常に長く、線路の数もこうやってきた列車を止めておくためなのか、まあ、4、5本ぐらいは用意されているような感じがしますね。終点の賢島駅に到着です。この列車は折り返し12時30分発の名古屋行きになります。いや働き者ですね。乗車時間はだいたい3時間弱くらいでしたが、まあ、鉄道マニアからすればね、車窓を見ていれば3時間というのはもうだいたい体感5分ぐらいで過ぎ去るんですけども、一般的なその観光客の方が乗る分にはちょっと長いような気もしましたね。なので同じ区間を走行する特急島風号なんかであれば食堂車もついてますし個室車両もついていますので、3時間しっかりと有効活用できそうです。駅はこんな感じ、僕も初めて降りましたけども、やはりこれ観光の拠点ということでリゾートホテルへのアクセス送迎バスというのは非常にたくさん運行されているみたいですね。賢島自体の面積はだいたい600平方メートルぐらいで非常に小さい島になっています。これ地図が駅構内に飾られていたんですが、この島のかなり大部分の面積をこの賢島駅が占めているという事実にびっくりです。この左下にあるパイナップルみたいな曲がっているホテルがですね、これが島観光ホテルで、その2016年の先進国首脳会議伊勢島サミットが行われた場所としても知られているみたいです。この当時もう今から6、7年前ぐらいでしょうか、僕は大学生でしたけども、かなり話題になりましたからね。まあ、ここまで来て島風に乗れなかった方に朗報なんですけども、この駅前の食堂を使えばですね、島風の食堂車で出てくるメニューを食べることができるみたいなんです。ここのメニューの下のところですね、島風の中で有名なこの松阪牛カレーとかも本当にこれ美味しいんですよ。繁忙期とか土日祝日島風に乗った時とか、これレストランのメニュー売り切れていることとかもありますからね、非常に嬉しいサービスです。というわけで日本最長の私鉄特急の旅、かなり3時間弱と長旅にはなりますが、機会があれば皆さんぜひ乗車をしてみてください。それではありがとうございました。